賞をですね、授与するときの、まあ、受賞者を選ぶときのやっぱりチェック体制が甘かったということは言わざるを得ないかなというふうに思います。なんだよ福岡市、おい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 福岡市、いい加減な嘘でごまかすな。福岡市長、あんた、あのね、あんた、統一教会に、あの、環境行動、奨励賞を、2回も、やったって、バカ、じゃあ、ないの？デタラメ、やろう。あんたよ、そんな、基礎的な、ことで、ごまかすなよ。カープって、統一教会の、大学生、勧誘、部門、カープ、原理権、決まっている、じゃあ、ないか。2006年と、2020年、2回も、何、やってんだ。市長さんよ、お前、安倍と麻生の子分だな。安倍、選挙の票を欲しさに統一教会を散々持ち上げた安倍、バカだったよな。浮ついた気持ちでいたら、統一教会の被害者によって殺された。なんだよ、オーンゴール、オーンゴールだよな。安倍の悪事が招いた。自業自得、バカじゃないのか。賞をですね、授与するときの、まあ、受賞者を選ぶときのやっぱりチェック体制が甘かったということは言わざるを得ないかなというふうに思います。賞をですね、授与するときの、まあ、受賞者を選ぶときのやっぱりチェック体制が甘かったということは言わざるを得ないかなというふうに思います。甘いのはチェックの体制じゃないよ。甘いのは統一教会問題を甘く捉えていたんだ。安倍は広告塔の役を果たし、選挙の時に有利な支援をという浅はかな考え、本当に浅はか、献金、そして寄付を強いられ、身ぐるみ剥がれ、生活を破壊された庶民の涙、そんなもんおバカな安倍はわからんよな。自民党は地獄の地獄に落ちやがれ。